どうもこんにちは、モーゲンチャンネルのトゥーモです。ここです。さて、今回は受験も近くなってきたので、日本史の覚えやすい語呂合わせについて紹介していきます。はい。まず第1回目は、江戸時代の3つの改革についての覚え方です。まずはどういう改革があったのかの覚え方を紹介したいと思います。デレドン。今日はカンカンいい天気。よし、田と町に水をあげよという覚え方です。はい。今日が享保の改革。カンカンが完成の改革。天気の天が天保の改革。よしが徳川吉宗。田が田沼沖継。松が松平定信。水が水野忠邦ということです。いい覚え方ですね。そうですね。みんなもぜひこれで覚えてください。学校で習っているかもしれませんが。さて、今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価をお願いします。はい、お願いします。